ビルヘルム・フリットナー、ビルヘルム・フリットナー、ビルヘルム・フリットナー、1889年8月20日から1990年1月21日は、ドイツの教育学者。1926年、キール大学の院外教授に就任し、学者としてのキャリアを開始した。1929年から1958年まで、ハンブルク大学の正教授を務め、 教育学における精神科学的な方向、ドイツ特有の表現で人文科学としての教育学の意味で、教員養成として現場で役立つ知識としての教育学とは一線を隠すの大一人者である。彼は西ドイツ教育学部長会議の学校教育部門の座長として、生徒、学生自身が自ら学ぶチャンスと場を与えるという。 根本原則を守ろうとする教育改革の推進役の役割も果たした。1909年、彼はイエーナ大学に入学。そこで活発だったドイツ自由学生団の活動の中で、後の妻エリザベート・チャップスキー、エリザベス・ダプスキー、サイスの元社長ですでに1907年に亡くなってたジークフリード・チャップスキーの娘と知り合う。彼は、大学では主に、 ヘルマン・ノールの下で学ぶ。ノールはビルヘルム・ディルタイの晩年の助手でもあった。ノールの取り巻きの中で彼はルドルフ・カルナップと長年の信仰を結ぶことになる。イエーナ大学で彼はビルヘルム・ラインの指導を受けてアウグスト・フィルゼント、自由人、ダイ・フライン・マナーという論文で学位を取得した。1914年から1918年。 フリットナーは第一次世界大戦に参加。その後、1919年からイエーナでのかなりの時間をそこの市民大学の設立と運営に傾ける。1925年まで彼はいわば事務局長としてそこの指揮をとり、講座の担当者が見つからないものはほとんど彼が自ら教えていた。彼の後任になったのはアドルフライヒバインだった。1922年、 彼は、イエーナ大学で教授学の基礎付きに関する研究で、教授資格を取得。1926年、キール教育大学、現在は、キール大学に、統合へ、哲学と教育学の院外教授として招聘される。そこからさらに1929年、ハンブルク大学に、正教授で招聘を受ける。ここで彼は、教育科学、アーチ・ハングス・ウィセンシャフと、 教職科目という位置づけのもののゼミと教育養成のために設けられた教育学研究所を指導監督した。これが1933年まで続く。1951年フリットナーは西ドイツの学部長会議の学校教育部門の座長に推挙される。これが中便現大学改革会議と呼ばれるもので、1961年まで彼はこれに関わった。 ワイマール共和国では、彼は、アロイス・フィッシャー、テオドール・リット、ヘルマン・ノール、そしてエデュアルト・シュプランガーとともに、教育、ディ・アッツヤングという雑誌の編集に加わった。1933年、教育の3月号にシュプランガーとフリットナーの2つの紀行が掲載され、ナチスによる権力の奪取について、やや警告的な響きも残しながら、積極的に支持する論調のもので、 各方面から議論を呼び起こした。1955年、フリットナーは、フリッツ・ブレットナー、オッフリードリッヒ・ボルノー、ヨゼフ・ドルヒ、そしてエイリッヒ・ベニガーと、教育学雑誌、ダイゼ・シュリフトファー・パデガー・ジックを創刊した。彼の主張とも言うべきアルゲマイネ・パデガー・ジックは、教育学専門書としては例を見ない超論グセラーで、1950年の、 初版から1990年代まで刊行されて15版を寝た。彼は教育学の教授学や基礎理論のほか、ゲーテをはじめとするドイツ精神史キリスト教思想などにも造形が深い。また、教育の実践を成人教育から始めたため、小中学校の学校教育のみならず、職業教育や勤労性少年のためのリクレーションや夜間学校、カウンセリング、 医療者の教育的な職務などにも目を向け、今日、教育学が、高齢者や、キャリアアップ、教育的カウンセリングなどにも活動を拡張し、臨床教育学といった、新しい活動の形が生まれてくる着手を切り開いた、人としても重要である。著作集の弊社に名を連ねているアンドレアス・フリットナーは、彼の息子で、やはり教育学者で、教育評論家としても名を馳せた。 中便圏大学大学教授を務めた。こちらの著書、教育学的に見ることと考えることへの入門。玉川大学出版部から翻訳がありも長く、大学の教育学のテキストとして広く読まれた。1963年、フリットナーはアルフレート・テフター財団からゲーテ賞を授与された。1964年には中便圏大学進学部から、 名誉博士号を贈られた。彼は1990年1月21日に亡くなり、ハンブルクのニーエンシュテットナー墓地に埋葬された。パーデルボルンのシェーニング出版社、シュニング、バーラグパデボーンから、1982年以来、カール・エアランゲン、アンドレアス・フリットナー、ウーリッヒ・ヘルマンの編纂で著作集が刊行れている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。